has begun. Like the poets all say, the song's been sung, but baby, never this way. Don't try to be cool, that's only for fools. We got this, give it up, give it up, give it up. This is love, don't hesitate. You'll be safe in my arms, so set the moon. The sky full of stars, we're right on track. So don't say that you wanna turn back, don't quit me, hold on tight tonight, don't let go. We've just begun. Begun, like the poets all say, the song's been sung. The baby never this way. Don't try to be cool, it's only for fools. We've got this, give it up, give it up, give it up. This is love, we've just begun. And the future looks bright, the night is young. Every planet inside take it slow, so don't say that you're planning to go. Don't with me, take a chance that our romance can fly. Don't hesitate, you'll be safe in my arms, so spare the moon. See the sky full of stars, there's so much ahead, so much left unsaid. Trust your heart, just give it up, give it up, give it up. This is love. Bye. has begun. Like the poets all say, the song's been sung, but baby, never this way. Don't try to be cool, that's only for fools. We've got this, give it up, give it up, give it up. This is love, don't hesitate. You'll be safe in my arms, so set the moon to the sky.803から2に変わって、まあ、やはりユニットはついたハウジングと後傾一緒なんですが、ミッドから変わりますね。これ13センチが15センチで、エンクロージャー、このタービンヘッドの容積が18センチのミッドバス、ダブルバスが20センチのダブルバス、同じようにエンクロージャーもスケールアップする。だからそれで低域の力感が出てくるだけではなくて、やっぱ全体的なそのサウンドスケール感グーンと上がって細かなところがよく見えてきたというふうにお感じになったなと思われます。で、先ほど申しました通り、今回のシリーズは、そんなに変更点はないんですが、一番キーポイントのこの中域を改善したいということで彼らは取り組んだわけです。クロスオーバーは足しておりませんけど、ここがですね4キロでポイントを切ってます。ここ350で切ってます。ということで、ほぼこの中域が我々一番右上に敏感な帯域を全てをサポートするわけです。で、ここをやはり変えることによって全体的な音質改善されるということで彼らが取り組んだのは、これ実質このまま、同じコンティニアムコーンのこのスパイダーというのはサスペンションを改良しました。サスペンションというとこういうふうにですね、ウーハーの方はあるんですけど、ミッドレンジはフィクストサスペンション、いわゆる固定したサスペンションなんです。なのでこちらの部分の見えるところではなくて、内側のボイスコイルボビンがついているこの黄色いところ、この左がサスペンションという、これはスピーカーに必ずついているもので、どうしてもこのボイスコイルのボビンがこうピストンモーションするときに均一にストロークさせるための保持する布なんです。布に樹脂製のをつけて固めて、この左のコルゲーションエッジにしてるんですけど、大体これがですねやっぱり悪さをするんです。触るとこガサガサゴソゴソするわけですけど、これが高速でこう動いてるときにこの、生み出すノイズがこの高音子を通過して音と一緒に付加して出てくるということで、やはり一番気にしてたところです。実はこれはですねどこのスピーカー屋さんでも同じようにやりたがってるところなんですが、なかなか難しいということで、昔にもカイメさんが着手したり、今現状ではビクターさんの SX ドルチェなんかも同じようにここに、スリットを入れてスパイラル状にして穴を開けて音を通過させるっていうテクニックをやってらっしゃいますけど、 B&W は今回このように、肌色のこういう樹脂のものをですね、スカスカです、6個のスポーク状で保持してるだけで、ですからこれがピストンモーションしてもこれ自体が音を出してコーンを通過させることがないということで、これから旧モデルのこのダンパーから最新のバイオミメティックサスペンションと彼は言ってます。まあ、バイオミメティックという言い方はちょっといろんな取り方ありますけどね、まあ、声帯を模したものということで、この6個のスポークで、軽くですね、これ保持しながらピストンモーションさせることで、まあ、中域の密度感、音離れ、音の立ち上がりですね、こういったものを大きく改善したというところになります。次に入れたディスクはですね、ドイツグラムフォンからアンドレ・ネルソンスでボストンシンフォニーオーケストラでやっています。ショスタコビッチの交響曲5番の第4楽章、途中までになりますけども、トゥッティでこうまとまってドッドッドッと出てくるところ、小気味よくこのダブルバスウーハー、ダブルウーハーからですね、明瞭な低域が出るかなというところもちょっと気にしながらお聴きいただきたいと思います。途中までになります。第4楽章。